皆さん方は人間が生きてると思ってますけれども、大霊のみが生きてるんだと。その大霊は全宇宙に遍満している霊であると。宇宙霊ですから、宇宙そのものは大霊ですから。でその大霊が我であって、人間が我じゃない。人間とは何かというと、人間の形を取った大霊で、皆さん方形を見るから人間と思うだけであって、本質を見れば即大霊であると。だから我即大霊であると、人間即大霊であるということを理解していただきたいと。その霊的なものには時間も空間も距離もない。それは空音にして常在であると。すなわち不滅の大霊、始めなき終わりなきものであると。姿形には始めがあり終わりがありますけれども、大霊には始めがないし終わりがない、空音であるということなんですね。そして無下自在であると、感自在であると。であなた方はここから動けないのは何かというと、自分は大霊だと思わないで姿形を自分だと思ってるから、皆さん方の動く範囲が限界制限されるわけでございます。本当に皆さん方がその普遍的大霊を意識するようになりますと、皆さん方はその動く範囲がその至るところに動き回ることができるということなんです。自分はここにおるんだという、その制限したものの見方、考え方、霊はどこかに制限されて存在してますか？無下自在ですか？無下自在ですね。自由自在ですよ。このまま私たちが肉という感化の状態でこの世を去りますと、この世を去ったものもその制限制約を自分で作ってる限り、誘拐に変えても動く範囲が決まってます。自在となったものは至るところに動き回りますけれども、自分を形が自分だと思っている限り、私たちは動く範囲が制限されるわけです。それは誰が制限するかというと、己が制限するわけです。これを制約というんです。すなわち自爆霊というんですね。自爆霊といいまして、動く範囲が決まっちゃうわけです。しかし皆さん方がその大霊は普遍にして無限であるということを、普遍的動きができるわけですね。これを皆さん方はテレポートと言ってるわけです。で意識的なテレポートができる人は死後の世界ではもう自在として動き回ります。自爆霊、自爆霊と言ってるのは、制限された霊のことを自爆霊というわけですよ。自らを制限すると、これを制約と言いますし、束縛というわけですね。でその霊というものが存在しないところがあるんでしょうか？ないんでしょうか？ないですね。至るところに存在しているわけです。遍満しているわけです。遍満しているわけですね。そうなりますと、皆さん方は普遍そのものにならない限り、まだまだ自分という個人的意識がある限り自爆であるということ、個人というものは存在していない。個人となった大霊ですから、個人の実体は即大霊であり、大霊は即個人になってますので、個人は実在するでしょうか？大霊が実在でしょうか？じゃあ人間がおるのか大霊がおるのかということですよ。皆さん方が人間がおるんだということの考えがある限り、皆さん方は人間という制約を受けます。しかし我大霊なりとなれば、そこに制約があるでしょうか？ないんでしょうか？ある、ない、ないですね。その制約から解放されたものを下脱というんです。制約がある限り下脱でしょうか？自爆でしょうか？制約がある限り自爆なんですね。だから皆さん方を、自分を自爆しているのは自分であって、自らを縛ると書いて自爆と書くんですね。自爆というんです。これを自爆霊と言ってるわけです。なぜ無下自在の感自在の霊をですね、小さなものに縛るかと、器の中に閉じ込めるかということですよ。人間という器の中に大霊を閉じ込めてはならない。これを解放せねばならないですね。解放せねばならない。あなたがこの姿形を自分だと思っている限り、皆さんは自爆霊なんです。姿形が実在しているの